皆さんこんにちは、ゆうのがいきでございます。2020年ももう終わりですね。今年は本当に大変な年でしたね。早く収束して元の生活に戻りたいと願うばかりでございますけども、今回はですね、ユーノグラフィティが2020年に投稿した動画、まあ2020年を振り返ってみたっていう動画ですね。そちらをやっていこうと思います。まずこっからですね、2020年ポルノさんの活動を予想という、動画でございますね。はい、こっからスタートしたということですね。いやー、この頃はまさか、まあこんな、まあ大変な年になるとは、まあ僕もそうですけども、まあ誰も、まあ予想していなかったですね。はい、でまあ活動もちょっと全然予想とはまあ違いましたし、はいね、まあアルバムもね投稿していませんでしたね。今年はまあコロナの影響で、はい、神セトリランキングですね、そちら紹介したり、まあ2020年は上半期はまあおすすめ動画などをまあたくさん紹介しましたね。そうですね、ライブのマナーや持ち物、服装などをまあ紹介しましたね。これはまあホルノさんのライブだけではなく、まあまあいろんな方のライブもそうですよね。はい、あ、これもやりましたね。これですね、アキネーター、ポルノグラフィティに関する人たち、まあ、アキートさんやハルイチさんなどを出しましたね。はい、で、あと、あ、4月ですね、4月の1日に入ってからは、まあ、ラブアップ20周年になりましたね、こちら。確か、メンバーが、まあ、会員限定の配信動画ですね。そちらやっていましたね。はい、確かこれですね、4月の28日に会員限定の動画、僕はこの時リアタイではなくアーカイブで確か見ていたんですね。この日確か都合がちょうど悪くて、あとは公式 LINE ですね、公式 LINE に、まあ、単語を入力したり、まあ、初心者でも歌いやすいカラオケやったり、おすすめ映像とかもいろいろ、あ、こちらもやりましたね。しまめろ、動物の森の、あつ森のやつですね。しまめろ、リボンライブとか、ライラなどを紹介していましたね。はい。もうあれから半年、もう半年以上ですね、もう。以上も経ちましたね。もう、早く感じます。中古で購入したポルノグッズを購入したり、スペシャルミュージックキャビネットを紹介したり、僕が、まあ、ポルノグラフィティのイントロクイズを答えたりしましたね。いつも僕がイントロを、まあ、投稿していますけども、まあ、その投稿主はイントロを答えられるのかっていうことで、まあ、やった企画なのですけども、まあこれ確か全問正解できませんでしたね。確か、はい、2、3問間違ったのかな。はい、あ、でも2回目ですかね、2回目これやったんですよ。あ、これですね、リベンジしますってやつ、これやりましたね。この2回目はなんとか全問正解できましたね。はい、で DM に、まあ、Twitter の DM に送られてきて質問を答えたり、この時は9月4日ですね、リユニオンロマポルが、まあ、開催決定したっていう動画ですね。はい、で、あ、これですね、 Twitter で募集したやつ、カップリング曲ランキング、これは僕は、まあ、夕日と星空と僕が1位かなと思ったんですよ。これだったんですよ、シープが1位で、2位が確か夕日と星空と僕ですね、これですね。はい、で、まあ他にも、まあそうですね、この曲がランクインするだなんて、まあ意外っていうのも、まあいくつかありましたね。はい、またこれと似たようなことをもう、まあいつかやってみたいですね。で、そして今から2ヶ月ほど前ですね、
最初に投稿した動画は分かる方には分かると思いますけども、イントロクイズなんですよ、第1回の。あれが3年経ったんですね。はい。で、3年間で、まあ、あとはおすすめの動画を3点ほど紹介したのかな。はい。そしてリユニオンのライブグッズを決めたり、セットリ予想ですねをしたりしましたね。セットリ予想は何曲合ってたのかな、数十曲、いや7、8曲ぐらいですかね、確か予想的中しましたね、それぐらい。で、ポルノクイズ投稿しましたね。おそらくガチポルノファンしか答えることができないであろうクイズですね。これはまあ結構、これは何を出題するか悩みましたね。で、リユニオンのセトリや感想を言う動画ですね。リユニオンは自宅からの参戦だったので、AR 演出が本当に素晴らしかったですし、あとはあのステージの床が光る演出も最高でしたね。で、その後は曲名を Google 逆翻訳をして2回やりましたね。2回やって、で、各オリジナルアルバムから、まあ、おすすめの曲を紹介するという動画ですね。ここまでですね。2020年投稿した動画はこの動画を含めて75本ということになりました。去年はですね93本で、まあ去年よりはちょっと少ないのですけども、まあ今年はコロナということもありましたし、僕個人もまあちょっといろいろと忙しい年ではありましたから、あまりまあ投稿することができませんでしたね。動画冒頭でも話をしましたけども、2021年は収束をして元の生活に戻りたいですね。そしてライブ会場に行ってライブ楽しみたいですね。はい。以上、2020年を振り返ってみた動画でございました。それではまた。